あ、シャチ君、それ新発売のポテチでしょ。僕にも一口くれない？いいですよ。ペンギン、僕に回して。お、抵抗ペンギン。社畜が全知全能になるとどうなるのか。なんだ急に騒ぎ出して。ポテチが勝手に浮いてパンダさんの元へ飛んだんですよ。今のどうやってやったのペンギン。仕事の片手間にやったせいで何も覚えてないんだが、本当にそんなこと起きたのか。そういえば最近ペンパイといると不思議なことばっかり起こりません？この前は自分が壊したパソコン触ったら治りましたし、僕もこの前ペンギンに触られたら急に腰痛が治って不思議に思った。あとペンパイを見てるとよだれが止まらなくなりますし、これも不思議です。その理由には一生気づかないままでいてほしい。もしかしてペンギンなんかすごい力に目覚めたんじゃ、心当たりとかないの？そういえば24鉄して気絶した時に見た夢なんだが、仕事に殺される。うえ、何こいつ、社畜すぎてかわいそう。全知全能にしてやるかっていう夢見た。絶対それじゃん。神から同情されてご信託受けてるよ。同情で信託もらうって何？水を変える。ただの変な夢だし、不思議な力をもらうなんてありえないだろう。でも実際不思議なこと起きてるんですよ。パンダもシャチも幻覚見たんじゃないか。某企画の社員ならみんな一度は過労で幻覚見たことあるだろう。あれは絶対見間違いなんかじゃなかったよ。それにペンギンに仕事をしつけて全く働いてないから疲れてないし。自慢げに言うな。ペンギンが神に選ばれて特別な存在になったのならまだ奇跡を起こすはず。注意深く見ておかないと。あ、気をつけろよ。ありがとうございます。シャチ君大丈夫？なぜか水の味が変わってます。また奇跡起こしたんじゃない？すごい人が水をワインに変えたとかそんな伝説聞いたことあるし。確認してみます。これはどう？ワインになってる？いや、これエナドリになってます。奇跡のはずなのになんかしょぼい。でも水がエナドリになったのは事実ですよ。やっぱりペンパイは信託を受けて不思議な力をもらってます。いや、それ普通のことじゃないか。え、社畜にとってエナドリは水と同じだ。つまりきっと逆もあり得る。いや、社畜すぎて思考回路おかしくなってるよペンギン。食料を増やす。エナドリ買いに行く時間を節約できて仕事がはかどるな。これなら早く帰れそうだ。明らかにおかしいこと起きてるって思わないのかな。ペンパイ今日で45鉄目ですから正常な思考能力がないのかもしれませんね。お前ら朗報だ。ロッカーの裏で熟成された12年ものの仕事が発掘されたぞ。ヴィンテージワインみたいに表現すんな。仕事はこれとこれと、あとこれ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 だな。今日中にやっておけよ。こんな量終わるわけないですよ上司。知らん、やっておけ。物理的に無理ですって。知らん、やっておけ。やっておけボット。お腹すいた。でも買いに行く時間すらないですね。何かオフィスに食べるものはないか。今あるのはチョコ一つですね。仕方ない、これを3人では開けるか。ほらシャチ、パンダ。ありがとうございます。割って分けたはずなのに1枚丸々あるんだけど。あ、なんか俺のチョコ多いな。もう少し分けるか。いや、チョコが増えてますけど。え、これ絶対奇跡じゃん。聞いたことあるもん。成人が少しのパンと魚を分けて配ったらなぜか5000人全員に行き渡ったっていう伝説。俺にこんな力が。いや、でもさすがに受け入れざるを得ないな。こんな現象を見てしまったら。ペンギン、絶対神様から特別な力と使命を受けてるよ。ああ、きっとこの力はこんなことに使うものじゃない。チョコではなくスタミナ丼を増やすのに使うべきだ。え、そうすれば徹夜がついて疲弊した状態でももっと早く仕事を終わらせて定時で帰ることができるぞ。仕事の効率化以外に使ってよ。癒しの力。最近無から有を生み出せるようになったんだが、いちいちプリンターでコピーせずに済んで楽だな。明らかに全知全能の使い方間違えてますよね。あれ、神に選ばれてるんだからもっと世界を変えるために使ってほしいよね。この前とか全知全能の力使ってなんで丸くなるダンゴムシと丸くならないダンゴムシがいるのか調べてましたよペンパイ。全知の使い方下手すぎない？いいよお前ら仕事して。どうしたんですか上司。
ペンパイ、何してるんですか？いや、特に何もしてないんだが。もしかして悪魔払いかも。ペンギンは神に選ばれた神聖な存在だし、きっと自動的に悪魔払い効果があるんだよ。いや、そもそも上司は人間では。悪魔みたいにゲスな上司ですから、悪魔判定なんじゃないですかね。神にも悪魔として認識されるレベルとはいえ、この力かなり使えるな。早速使っていこう。もしかしてその力で世の中の悪い人間を浄化していくんですか？いや、明かりに使う。夜中の残業だと電気代節約で、こういう風に電気消されるからな。おお、やっぱり書類がよく見える。これなら夜中の残業能率がアップだな。何日も徹夜しなくて済む。なんで絶対普通の使い方しないの？ペンギン無双、仕事の能率も上がって最高だな。今日も定時で帰れそうだ。そもそもその力で仕事しなくて済むようにできるんじゃない？最近いつも定時までに仕事を終わらせて調子が良さそうだな、ペンクイン。率直に言って、そんなお前が俺はめちゃくちゃに気に入らない。率直すぎて草。そこでお前に日本中を回る出張を命じる。常に移動と仕事の過密スケジュール、そして土日までかかる。何？仕事で休日を潰し、過密なスケジュールで心身を疲弊させろ。なあ、はっはっ。ふん、ならこうするまでだ。なんだぞ。47都道府県を回るのなら自分が47にいればいい。3。はい、40の某企画者から出張のお礼メールが。いや、何なのこの急なバトル展開。だが甘いぞ、ペンギン。47都道府県を回る出張だが、出張先は47個ではない。なんだと？滋賀の出張は琵琶湖を挟んで2つ出張先を用意していたのだ。クソ、滋賀担当の俺は琵琶湖を迂回して2つ目の出張先に行く必要があるのか。移動時間で大幅ロスで。なら俺は琵琶湖を突っ切るまでだ。な、それはモーゼの奇跡。お前、そんな奇跡まで起こせるのか。俺の勝ちだ。いや、ペンギンなんだから泳いで突っ切ればいいんじゃ。出張も仕事も最大効率でこなしてやった。俺は念願の休みを手に入れたぞ。これが俺の力だ。いや、絶対力の使い方違うから。そうか、じゃあどう使うのが正解だと思うんだ、パンダは。その力ってブラックロードに疲弊してたペンギンを見た神様がくれたんでしょ。ならそれはきっと新時代を作るための力なんだよ。新時代？それは社畜が使い潰されることなく幸せに生きられる新時代だから、ペンギンの力は社畜を労働から解放するために与えられた力なんだ。あれ、今回の話なんかオチ弱くない？だってこの話まだ続くから。え、神から全知全能の力を与えられたペンギン、その力は社畜解放のための力だというパンダと共に底辺教を設立する。次回、新興宗教の教祖になるとどうなるのか、ぜひ見てね。ちなみに社畜の出番はもうないよ。次回予告で教えられるとか不憫すぎる。楽しい心理テスト。みんな、心理テストの時間だよ。一緒に考えてね。あなたは今トロッコに乗っています。そして線路の先には社員が5人。危ない。でも大丈夫、スイッチを押せば進路が変わって社員たちは助かります。でも大変、変わった進路の先には上司が1人。さて、あなたはスイッチを押す、押さない？さあ、どっち？5 4 3 2、パン、ブブー。正解はアニメイトに行くでした。ゴールデンウィーク特別企画、テイペンとアニメイトの超豪華コラボ開催だ。まずアニメイトでは僕たちの顔がプリントされたラテ、グラッテが飲めるよ。さらに店頭やオンラインストアにてノートやステッカーなど実に実用的なグッズを発売する。そして1100円以上お買い上げの方にはなんと名刺封カードをプレゼント。開催期間は4月30日から5月29日です。あんま痛くない。こちらの店舗で開催されるよ。近い人も遠い人も絶対来てね。詳しくは概要欄をチェック。みんな、アニメイトに急げ。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にピチピチしてやる。ペチペチ、ペチペチ、ペチペチ、ペチペチ。この腹黒パンダが。